くんじゃありませんか。面白くなかった？ほら見なさい、あんたのギャグは古すぎるわ。おまけにタイミングも悪いし、振りに勢いもない。芸人として致命的ね。分かったらそっちの隅で素振りでもしてなさい。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。将来の夢とかいろいろ話し合ってたのよ。こっちが聞きたいわよ。いいけど、ちゃんと教育しといてよね。あんたがご主人様なんだから。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。いいのよ、照れなくても。あんたがいない間にいろいろ聞いたんだから、あることないこと。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。なあ、もう気が散るからもっと静かに練習して。そうみたいね。ことみちゃんいますか？あ、りょうちゃんじゃ。あ、はあ、よかった。すみません、重箱を洗ってきたんですけど、その持ってくるのが遅くなっ。りょうちゃんじゃ。あ、もう帰っちゃってたらどうしようかと思いました。その多分綺麗になってると思いますから。うん、りょうちゃんじゃ、ありがとうなの。遅くなってすみません。なぎさちゃんじゃ、ありませんか。ことみちゃんじゃ、ありませんか。はい。はい？あの、私何かしましたか？君たちがいて、僕がいる。いずこへ。あーくさ。もうむちゃくちゃでごじゃりまするがな。大好きなの。私は占いの本とかかな。私も演劇関係のことをもっと勉強しなければと思ってるんですけど。っていうか、あんたは何やってんのよ。気が利かないわね。自分だけ楽しんでないで、ここにいる全員が幸せになれるようにしなさいってこと。具体的には、私はフルーツ牛乳。ほら、あんたたちも好きなの頼みなさい。本当におごってくれるわけ？
お帰りなさい。遅い。今から寮を迎えにやろうと思ったとこよ。でも一人だと持つの大変かなって。あれ？ん？どうしたの？お姉ちゃん、何か聞こえない？バイオリンの音みたいです。うん、ラジオとか CD じゃないわね、これって。音楽室からかな。誰が弾いてるんでしょうか。あれれ？ごめんくさい。はあ、誰も突っこけてくれないの。いきなりどうしたのよ。すみません、もしかしたら音うるさかったですか。すぐにしまいますから。ううん、別にうるさかったわけじゃないから。すごく上手だったです。バイオリン弾けるなんてすごいです。ありがとうございます。合唱部ってバイオリンなんて使うんだ。いえ、そうじゃないんです。このバイオリン、音楽室に置きっぱなしにされていたそうなんです。卒業した音楽部員が置いていったらしいんですが、それで音楽部の知り合いから価値のあるものなのか調べてほしいって言われたんです。詳しいんだ、そういうの。それほどでもないですけど、少しくらいは。で、高いの？それ。いいじゃない。当然の疑問でしょ？ちゃんとした入門用のバイオリンなんですけど、あちこち傷んでるから。できれば修理して、ちゃんと使ってあげてほしいと思うんですが。よかったらちょっとだけ弾いてみませんか？私も弾けるから。それならぜひどうぞ。Kotomi、あんたに言ってんのよ。ほら。いいの？いいから貸してもらいなさいよ。弾いてみたいって顔に書いてあるわよ。なかなか様になってるじゃない。
りすぎです。もっとリラックスして。どうして弾いてる本人は平気なわけ？完全に自分の世界に入ってしまっているんだと思います。出してうっとりしてる。今度はちゃんと曲を弾いてみるの。っていうかあんた、ちゃんとって意味ちゃんとわかってる？Kotomi ちゃん、Kotomi ちゃん、慣れるまでもうちょっと小さな音で。ああ、ダメです。もう間に合いません。がキーンってなってます。私も殺人音波？こんなの私の知ってるバイオリンと違う。うっとり。うわ、またうっとりしてる。今度はもっと長い曲に挑戦なの。楽しかったの。ご清聴ありがとうございました。あれれ、みんな寝てるの？ん？すみません。ちゃんと調弦してないから。本当は弦も張り替えてあげればいいんですけど。なぎさちゃん、大丈夫？大丈夫です。私のバイオリン、なんていうか、すごく不思議な音でした。ガラスをひっかく音と、黒板をひっかく音と、フォークで食器をひっかく音が、ほどよく混ざっていたような気がします。褒めてくれてありがとう。誰も褒めとりゃせんわ。ちっちゃい頃に、やっぱり、姿勢とかきちんとしてましたから、レッスン好きでした？いいなぁ。私は大嫌いだったかも。どうもありがとう。とっても楽しかったの。よかったら何日か使ってみませんか？音楽部の方には私から説明しておきますから。でも、この子ずっと放っておかれてましたけど、きっと誰かが弾いてくれるのを待っていたんだと思います。少しの間でももう一度音を奏でたいって思ってます。きっと。
も、とっても素敵なバイオリンなの。とりあえず、今日はもう弾かないわけね。うん。はあ、よかった。これでよしっと。それ何ですか？松ヤニなの。これを弓毛に塗らないと、きちんと音が鳴らないの。綺麗、透き通ってる。すごく高級な石鹸みたいです。なぎさちゃん、あのね。はい、何でしょう。このバイオリンね、金曜日までこの部屋に置いておいていい？あんた、近所迷惑って言葉知ってる？手加減って言葉もないけど。家ではあんまり弾きたくないから。それならここで弾くといいです。部長、あんた正気で言ってんの？はい、Kotomiちゃんのバイオリンはなんだか懐かしい音がしました。それだけではないです。さっきのはいきなりだったのでびっくりしてしまいましたけど、心の準備ができていれば大丈夫だと思います。でもね。その、私もそう思います。さっきのKotomiちゃん、すごく嬉しそうでしたから。きっと子供の頃バイオリンを弾くのが大好きだったんだなって思いました。だからその頃の通りに弾いてほしいです。なぎさちゃん、りょうちゃん、私ね、頑張るから、たくさんたくさん練習するから。はい、練習すればきっともっともっと上手に弾けるようになります。私も応援するから、3人で頑張ろうね。なぎさちゃん、りょうちゃん、とってもとってもありがとう。今度から耳栓持ってくることにするわ。あんたには負けるけどね。